下り線出口半全系インターの東京よりから、上り線で入り口。手前は、路線バス用車線左側が、東京方面上り線バス停上野原インターチェンジは、山梨県上野原市上野原にある、中央自動車道のインターチェンジ。1969年3月17日の、道路開通より後に追加されたインターチェンジである。1989年9月27日開通。 平面 Y 型のインターチェンジであり、本線の南に料金所がある。上り線の各ランプは平面交差しているので信号機による交通処理が行われている。本線の車線は高井戸上野原が2車線、上野原大月が3車線となる。このため、上り本線は上野原インターチェンジ出口への減速車線を分岐後、3車線から2車線へと車線が減少するため、 渋滞が発生しやすい箇所である。下りは上野原インターチェンジの流入車線がそのまま本線の第一走行車線となる。上野原バスストップは上野原インターチェンジに併設されている中央自動車道のバス停留所である。バス事業者では中央道上野原と案内している。同一のバス停との相互利用であっても路線により可否が異なる。 中央高速バス出口の表記は、上野原市誕生前は、所在地の町名である、上野原町を示す、上野原と、隣村の村名である、秋山村を示す、秋山であったが、2005年2月13日の、上野原市誕生により、この地名は両方ともしないの、地名となった。富士五湖新宿線富士急行、2020年3月7日、閲覧。ありがとうございます。